くていいものです。一方だけからやめてくれない皆さん、こんにちは。サッカー小僧の気まぐれチャンネルへようこそ。今日は前回と違い、仕事のある一日をお届けしたいと思います。今ね、美味しいカレー食べたんですけど、今から職場の方に帰りたいと思います。今日実はね、新型コロナウイルスのワクチン1回目の接種日ということで、まあ若干緊張してます。まあ今チームのスポンサーであるね、職場で仕事させてもらってるんですけど、職場についてちょっと話しようと思うんですけど、今僕週3日だけですけど、あの練習場の横にある介護施設の方で働かさせてもらってて、去年仕事始めた時は正直辞めようかなっていうような感じだったんですけど、今思うとあの頃辞めなくてよかったなって思うし、今は楽しくお仕事させてもらってます。ありがとうございます。それこそサッカーのこと気にかけてくれる職員の皆さんがいて、去年天皇杯千葉県予選勝った時、まあ、僕点取ったんですけど、その時とか、まあ、千葉日報の方に一面で取り上げてもらってたやつとかを、まあ施設のグリーン新聞というところにね、貼り出してくれたりとか、まあおめでとうっていう言葉もかけてもらって、まあこれまでサンガとかガイナーレの時、まあ点取っても、まあもちろんチーム関係者からね、祝福の言葉とかもらってますけど、まあやっぱチームに関わってる人じゃないですか。それがね、今はまあスポンサーさんのところで働いてる、一緒に仕事させてもらってる人にそうやっておめでとうって言ってもらえるのって初めての感覚だったんで、めちゃくちゃ嬉しかったっす。怪我しちゃったりとかした時も、まあね、迷惑かけちゃってますけど、ほんまみんないい人で助けてくれるんで、仕事なんですけど、僕喋るの好きなんで、仕事の合間合間で皆さんと喋ってる時間すごい楽しくて、もちろんおじいちゃんおばあちゃんと喋るのも楽しいんで、めちゃくちゃ充実してます。仕事しながらサッカーする人向いてると思うんですけど、僕はいいんじゃないかなって思いますし、まあ仕事があることによって、まあ朝から練習してお昼仕事して夜家帰って寝てっていう生活リズムがしっかり整うんで、そういう面では非常にいいのかなと。職場に着きました。駐車場いっぱいでしたね。着きましたんで、また6時間後。ジュニアユースの子たちが練習してます。最近新車買ったのに事故ったみたいです。お疲れさん。明日帰ってきますじゃあ帰ろう。帰ろう。行ってきます。お疲れです。それではほなまた。また明日。また明日。おい。
現在8時前ですね。帰宅しました。今からシャワー浴びてご飯食べて、あとは寝るだけ。じゃあちょっとだけですけどやっていきたいと思います。でまだすいません、そういう機材とか何もないんで、まあ、ゲーム画面は映さずに今回は俺を映していきたいと思うね。よろしく。ほんでチュートリアルやってみてんすけど、おもろそう。うん、おもろそう。もう一回言うで、おもろそう。はい、ということで、まあ30分ぐらいチュートリアルとかやってみたんですけど、バーカおもろい。絶対やった方がいいですみんな。あと絶対にこれ来ます。ドッジボールやねんけど体当たりもあるし、これからバチッとやっていきたいと思います。はい、ということでですね、今日の動画は以上になります。まあ仕事のある一日なんですけど、今日もしっかり充実した一日過ごさせていただきました。ありがとうございます。ゲーム機材揃うまでこういうありきたりな動画になってしまいますけど、飽きずに見てください。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。おやすみ。